仙台浦駅は、上信電鉄、上信線の駅です。1911年、明治44年8月18日に、小宇鉄道の駅として開業しました。後に、上信電鉄へ社名変更しました。1日の平均乗車人員は、13人、2019年度であり、上信線21駅中、21番目の乗車人員、降車客含まずとなっています。周辺を見渡すと、民家が結構存在します。5分ほど歩くと、道良津渓谷があります。また、少し離れたところに、旧小宇鉄道の鬼ヶ沢橋梁があります。道良津渓谷に来ました。渓谷の眺めは、なかなか壮大に感じます。旧小宇鉄道、鬼ヶ沢橋梁に来ました。この鉄橋は、小型の軽便鉄道として使用されていました。繭や生糸、石炭などを運搬する車両が走行していたと考えられています。